目黒区の自律神経救世主久松です。今回は注意して冬の隠れ脱水ということについてお話しいたします。脱水っていうと夏というイメージがあると思うんですけども、実は冬も脱水が起こりやすい、いわゆる隠れ脱水なんですよ。どういうことかというと、冬は乾燥しやすくて湿度も低いので知らないうちに水分が奪われてしまうんですよ。そして、喉も乾きにくいので水分補給の量も減ってしまいます。ということで、あなたがですね、脱水、隠れ脱水あるのかどうかチェックリストです。1つ目、皮膚の乾燥。そして2つ目、口の中の粘つき、飲み込みづらい。そして3つ目、便秘になってしまった。そして4つ目、足のむくみの4つ。これね、当てはまるのある場合は、もしくはあなたも冬の隠れ脱水になっているかもしれません。ですから、もし脱水になりそうだったら、その対策をしないといけないわけです。次回の動画ではこの冬の隠れ脱水の対策についてお話ししていきますので、ぜひぜひ次回の動画もご期待ください。また、これをご覧のあなたが隠れ脱水以外で自律神経の症状やその他の症状でお困りでしたら、私がそんなあなたのお役に立ちます。興味がある方、真剣な方は電話でもメールでも LINE でもご連絡ください。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。